はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、2月の16日第50回目のカフェアンチャンネルの配信となります。50回ですよ。はい、ね、ということで、まあ何も企画というわけではないんですが、まあちょっと50回を振り返ってみたいかななんて思ってはいるんですが、まずふみやくん、どの回がなんか印象残ってたりしますか？私はやっぱり6月16日、第16回目ですね。16回目。歌はなんだ、愛の参加ですね。ただその時はですね、プロ野球の開幕直前スペシャル、2人でスターティングメンバーを決めましたね。そうそうそう。で、私からサム選手にお詫びがございます。あの時はどうも評価が低かったようで、昨年の活躍には見事やられてしまいました。首位打者ですよね。もうびっくりしました。誠に申し訳ありませんでした。今年も頑張ってください。はい、私はですね、まあ、なんて言ったって発表会がありまして、発表会で天野がカッチーニのアベマリアを歌いましてね、上柴京子先生の伴奏で、それを、まあ、このチャンネルで取り上げられたのが一番良かったかななんて思っておりますけれども。そうですね、やれるかどうかね、懸念されてましたからね、うん、そうですね、いやもう実は私はもう舞台の上に立って歌えるかどうかっていうのが一番心配で、うん、楽屋の裏にいる時からもう、もう本当になんと舞台の上で倒れちゃったらどうしようなんて、そんな風に考えてました。それはそれでかっこいいね。まあそれはそれでかっこいいね。大体ね、こう言ってね、スラッと歌っちゃうのがこの人なんですよ。まあいつもジタバタジタバタする割にはちゃんと歌うという。それは毎回50回続きますね。そうですね。そうですね。本当に歌う時はなんとかちゃんと歌えるんですけど、その前に至ってはもう本当に死ぬ死ぬって、最後はもう死んじゃうっていうくらい苦しみました、うん、苦しみました。はい、割には死ぬ気配はありません。なりませんね、まだまだですね。はい、アンママ自体は何か記憶に残ってるのはありますか？実は私が自分で、歌いやすいなと思って選んだ曲が、実はそれが全然ダメだってことが気がつきましたね。可愛らしい例えば7つの子なんて、ああもう1回や2回で歌っちゃうかなんて思ってたのが、あれにも苦労しましたね。苦労したね。あれはね、何回と言ったら取りましたっけ。ね、結構2日にわたってね、もう今日はダメだからとか、ね、そうそうそう、次の日やるっていうこともありましたね。そうですね。難しいと思ってる曲の中で本当に難しかったのは知床領情だったと思います。まあでもね、あれは曲自体ね、技術的に難しいところもあるんだよね。音域が急に上がるんだよね。一応2分ぐらいパーッとこういっちゃうんだよね。だからまあ、自分の音域っていうものをやっぱりちゃんと認識して、うん、自分の音域の中で歌えばそれほどの苦労はないんだっていうことが後になってからだんだん分かってまいりました、うん、そうですね。他何かありますか？通して何か印象というか、ここまで来て、ですね、歌については私はあれなんですけど、やっぱりコーヒーの入れ方なんかにはやっぱり皆さん反応してくださってたし、20いくつかのサボテンが咲いた時とかね、そういう私の自身の歌についてはあんまりいつも苦労してたので同じだと。ただですね、1回目の花の街を歌った時に、私は YouTube が何たるかも知らないで、まあなぜあれを選んだかっていうことは、なんか昔NHK で婦人の歌、婦人の会みたいなような、番組の初めに必ずあれが流れてて、しかもそれがちょうど季節的にぴったり4月21日ですよね。でそれを何気なく歌って、私は何気なく歌った歌が今聞き返しても、あ、よく歌ったなっていう、自分へのご褒美みたいなものをあげたいなって
思う曲です。あれが結局ね、スタートですからね、うん、あそこで歌えたことが、そう、今まで続いたっていうことですね。続いたってことなんですよね。うん、そんなことかしら、うん、はい。まあね、何せ緊急事態宣言が出てから始めたね、そうなんですね、あれで大体あの6月の2日に再オープンするまでに、1ヶ月半はなかったんだよね。そうですね、でもその中で大体緊急事態宣言出て休業中は週2回だいたい。そうなんですよ、うん、3日ぐらいしたらもう次の歌ってもう私はもう本当にあのまだまだその頃の頭はまだなんとなく、うん、あの分かってしっかり分かってないもんですから、うん、あ、じゃあこれ歌おうとか、じゃあこれ歌おうとかなって気軽に思ってたんですけど、うん、やっぱりだんだんあの 今となれば60曲ぐらい歌ってんですよ。60、はい、すごいですね、ええ、うん、あの1回に2曲歌ってたりしてますので ね、 アルバム作れるね、で、うん、もう自分でも今ちょっと信じられない月日だったなって思います。そういえばあの意外に反響だったのがあの砂山、あの作曲家が別で同じ詩でっていうね、あれ続けて歌ったらね、皆さんちょっと面白いって言ってくださって、ね、そうですね、うん、あのやっぱり皆さんあの例えばあの先ほどの知床旅情なんかは、うん、ご自分が北海道旅行したっていう思い入れがパッと浮かんだり、うん、まあ、あのあそこに住んでてしょっちゅうあっちの方行ったよっていうようなコメントがね、あの入りましたのでね。あ、そういえばおはがきもらってましたね。そうなんです、もうあの本当にあの私が一番勇気づけられたのはあのおはがきだと思います、うん、あの2、3回分ぐらいずつをまとめて、でご自分にの胸に ある思い出とあのその歌がこうドッキングした時はとってもあの素敵なあの思い出話を、うん、あの書いて送ってくださいました。書いていただきましたね、とっても綺麗なあのお花の絵とあの写真をね、うん、一緒につけて、うん、あの送ってくださいましたのはね、もう本当にありがたいですね、本当にありがたいですね、はい、ということで、まあこれはまだただ通過点でまた51回、はい、52回と続けていくつもりでございますが、なんと来月は90歳になりますね。そうなんです。誕生日はいつでしたっけ？3月の18日まで。18日、はい、誕生日で90歳ですね。あの本当にね、あの88歳 の、 あの米寿のお祝いの時なんていうのは全く私はその米寿を意識しなかったんですけど、うん、かえって周りの方からお祝いしていただいて、うん、あ、私こそこんなに年取ったのかって思ったんですけど、すごく元気で、あのコンサートなんかも一緒あの私が司会したりしてやってたんですけど、この1年間コロナの1年間ですっしっかり年を取りまして、もういろいろなところにあの障害が出てまいりまして、まあ、いつもあのしんどい思いをしながら生きてるんですけど、ただ90になるのにこうやって歌が歌えるっていうのは、うん、あとは本当に幸せよって言われて、本当にありがたいことだなと思っております。いやですね、とりあえず今度来月の9時だから卒業ですね。卒業っていうのかな、うん、そうなんですね。9の10で、卒業の卒、卒業の卒ということで白寿まで目指して、うん、そうですね、はい、白寿は行きましょう、というと文也君何歳？やめてこっちがやばいさて今日は何を歌っていただくんでしたっけ？50回っていうような、うん、あのことを全然考えずに、うん、もう一回一回もう苦しみながらね、うん、歌ってて、あの50回はあの前回の子守歌が、うん、とってもあの日本の子守歌としては、まあ、異質だったわけなんですね、うん、ですけど本来日本のあの子守歌っていうのはすっごく暗くて、うん、あの要するにあの子守に出された小さなあの、うん、ね、子供がね、子供のその心情みたいなものを歌った、うん、あの子守歌が結構ありまして、その他にちょっとしたかあの歌曲の中でもあのそういう情景が出てきたり、あの結構日本のあの子守歌の底辺はそういうものだ、うん、じゃないのかなと思って、対照的にすごく悲しい子守歌を歌うことにしてました。
じゃあ今日は武田の子守歌をお聴きください。よろしくお願いします。ということで今日は武田の子守歌を聴きいただいて、次回51回からまたどん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 積み重ねていきますからね。はい、まずはとりあえずは、誕生日、それからその次は100回というふうにいきましょう。まあ私の生き様だと思って、途中でダメになってもそれが私の生き様だと思ってますので、はい、頑張ります。頑張ります、はい、ということで、はい、はい、じゃあね、またね、はい、さよなら。